四番山は古くからの伝統を色濃く残す大黒流れ、表題は一辺の甲風光、人形師は西山陽一、尊王攘夷を掲げ騎兵隊を創設した高杉晋作、250年以上続いた江戸幕府を倒幕する中心人物となりました。兜を脱いだ姿は平和への思いを表しています。新しい時代を切り開き未来の先駆者となる大黒流れの男たちが統一された騎兵隊となり博多の街を疾走します。10秒